さて釣り輪です。この人は釣り輪を得意としています。徳洲会ダイソークラブ社会人1年目になりました武田です。彼も釣り輪を非常に得意としていますので、見どころがあると思います。はい、中水平2秒止まればいいんですが、時間にも余裕を感じますね。そうですね、きっちり2秒止めて、形もいい形で止めれていると思います。平脚の上水平、顔を上げてしっかりと技を決めてきました。去年この大会釣り輪2位、はい、そしてなんといっても、あっとちょっと危ないところでした。少し倒立が乱れましたが、うまく戻しましたね。足がお辞儀しかかりましたが止めました、はい。しかしそこからうまく立て直して、はい、いい演技を続けてくれていると思います。去年のアジア大会金メダルのメンバー、アジアで釣り輪銀メダルを獲得しています。アジアの釣り輪2位です武田。さあ、あとは倒立へ持っていきます。前に振っての折り、抱え込みのルドルフ、はい、着地も良かったと思います。はい、途中の倒立が少し乱れましたが、その他は、いい演技でしたので、はい、問題ないと思います。ガッツポーズも出ました。予選突破に向けて手応え十分というところでしょうか。この武田の釣り場です。折りもわずかな小さな一歩で着地とどめてきましたね。はい、2回ひねっていますので、着地を取るのが難しいんですけども、良かったと思います。 D スコア 6.6、 E スコア 8.45、 トータル 15.050 はこれまで6人が演技しましてトップのスコア。さすがの演技です武田、はい、やはり15点台を超えてくるというのは、釣り輪では非常に高い点数というのではないでしょうか。はい、